皆さんこんにちは、Your Smile is My Smile の、管理人です。本日はですね、ちょっと緊急で動画をまた作成してるんですが、この度ですね、1月1日に能登、半島地震で甚大な被害が、出ておりますが、この動画は、ニュースでですね、今その、被災地の方が、水や食料がちょっと不足してるっていうのを見まして、で去年ですね、11月にちょっと私がですね、試しで俗に言う雑草の類なんですけど、セイタカ泡立ち草、セイタカ泡立ち草を食べました。はい、それはあくまで好奇心というか、興味心から食べたんですけど、それがですね、美味しいものではないんですけど、食べれないことはないと。はい、で、そのですね、その時の、動画と、あと、その時に調理した方法をですね、動画でアップしようと思います。ただし、この、セイタカ泡立ち草なんですが、花粉症を引き起こす、ブタクサ、これとよく、間違われる方がいらっしゃいます。で、今ですね、画面に、セイタカ泡立ち草とブタクサの、写真を上げてますが、何が違うかっていうのが、葉の形を見たら、分かりやすいんですよね。葉が、流線形に、なってるものが、セイタカ泡立ち草で、ブタクサの方は、葉っぱがこう、なんていうんですかね、ギザギザっていうか、そういう風になってますよね。これがブタクサです。で、そのブタクサは、その花粉症とか、はい、アレルギーを起こす、要素を持ってるんで、これを間違えて食べたらちょっと大変なことになります。で、私ももちろん医療関係者でも、はい、ありませんし、植物の、その学者でもありませんから、その安易なことは言えないんですけど、実際に食べてみて、私自身喘息を持ってるんですけど、はい、セイタカ泡立ち草を食べても、その喘息がひどくなったとか、はい、そういうことは全くありませんでした。で、今もこうやって元気に、はい、生活できてますんで、はい、で、まずですね、そのセイタカ泡立ち草を、食べた時のちょっとダイジェストを流そうと思います。セイタカ泡立ち草ね、これね、まずね、鼻の部分から食べるわ。ここね、いただきます。うん、鼻は食えるぞ、これ。うん、鼻はね、食える。味はね、砂糖醤油だけ普通にうまい。で、卵ね、次は葉っぱいってみるわ。ちょっと多めにね、いただきます。あーっとね、これね、苦味とかはないけど、食感が紙やすりを食べてるような、そんな感じ。ジャリジャリ言う。砂でもない。砂はね、もっとね、目が荒いって感じ。めちゃくちゃね、きめの細かい紙やすりを食べてる感じ。でも食べれんことはないね。あくまで味付けして、こういうね、めちゃくちゃ濃い味付けして、で、本当に非常食としては、食べてもいいんじゃないって感じ。でね、問題の茎ね、めっちゃ怖いんよ。だってもう触ってさ、硬いんじゃもん。やっぱね、これはね、揚げないといけないかな、天ぷらで。もう普通になんか茎で一応食べてみるけど、これね、絶対パパでもう歯がないけど無理。もう絶対、噛み切れない。で、ちょっとね、このヤスリとね、ヤスリじゃねえよ葉っぱとね、卵一緒に食べてみるわ。ちょっとね、いただきます。あ、これいい感じな。卵焼きにワイルドさが加わるわ。おいしい。はい、ということで、セイタカ泡立ち草を、食べたダイジェストをご覧にいただきました。セイタカ泡立ち草なんですが、これは外来種なんですよね。はい、もともとは。で、日本に、持ち込まれて、日本全国どこにでも、おそらく皆さん一度は必ずご覧になられたことがあると思います。で、これ残念なことにですね、
あの食べた時に一番こう、まあ、美味しいなと思ったのが花の部分なんですけど、花が、だいたい7月から11月に咲いて、で今の時期っていうのは、まあ、もうあの花が散ってるんですよね、はい、だからその一番美味しいところはちょっと食べることはあの今はできないかもしれないんですけど、まあ、葉はですね、あの先ほどのダイジェストでも言ったように、まあ、ちょっとあの紙やすりの、感じはするんですが、まあ、卵焼きと一緒に食べたらあの全然食べれないことはありませんでした。で、茎に関してはちょっとあの私が歯が、ほとんどないものですから噛み切れなかったんで、なんですかね、あの詳細なレポートっていうのはできなかったんですけど、一度ですねこの後にも食べたことがあって、茎のまあ根っこの方になれば、ね、なるほどどうしてもあの薬草というか、はい、あの野草独特の、まあ、あのまあ苦味というか、まあ臭みというかそれは、はい、あのやはりありました。だからあのまだあの試せてはないんですけど、茎はですね、まあ、あのお酢とかにつけて、はい、あの1日、はい、1日半とか2日とかで、まあ、臭みを取ってから食べたらどうかなとは思ったんですけど、まあ、あのそれはまだ実際にあの私がやったことはないんで、あのうかつなことは言えないんですが、先ほどの動画なんですけど、まあ、去年の11月ぐらいにあの私が、まあ、あの神社の方で、まあ、清掃活動をやってた時の、まあ、一場面なんですが、あのショート動画でちょっとあの、まあ、上げてるんですけど、はい、その時はちょっと面白おかしく、はい、あの上げてるような感じなんですけど、実はですね、まあまあ、正直言いますと、まあ、その頃ちょっとあの経済的に、はい、家が厳しい状態 で、はい、であの、先ほどの動画っていうのはあの YouTube に向けてっていうよりはあの私の息子に、まあ、話しかけてたんですよ、はい、要はその食べるものがあまりなくて、はい、まあ、お金もちょっと厳しい状態だったんで、いろいろ調べてみたらその清高和田地層が、まあ、食用としても使えるというのを、まあ、見まして、はい、で実際に自分で、はい、人体実験として、はい、試してみました、まあ、あのそのような経緯があるんで、まああのまあ、正直ね、はい、あのこの動画をあのこうやって YouTube にアップするっていうのは、まあ、恥ずかしい、はい、自分にとってはまあ恥ずかしいことなんですが、まあ、今ね現地の方が、はい、水とか食料が不足してるっていうことで、これをやってみてくださいとは言いません。で改めてお話しますが、私は医療関係者でも、はい、植物学者でもありませんので、下手なことはもちろん言えないんですよ、はい、ただ、まあ、この時にね、まあ、お金がないからっていう理由で、まあまあ惨めでしたよ、まあ、惨めですし、まあ、なんかひもじいなっていう思いをこう噛みしめながら、はい、このようなことをやりましたけど、実際ですね、今その現地にいらっしゃる方っていうのは私みたいな、まあ、そのアマちゃんの状態なわけじゃないじゃないですか、はい、現に食べ物もない、はい、水もライフラインもストップしてるっていう時に、どうしても今の日本っていうのは、まあ、いろんな意味で、まあ、裕福というか恵まれてるんで、なかなかね、まあ、そういう風な、まあ、野に生えてる雑草とかね、そういうものを口にするっていうことは抵抗がある方が、まあ、ほとんどだと思うんですが、まあ、それも一つの、人間の、まあ、生きていく方法として今回ご紹介しようと思いました。で動画でも触れましたが、あくまで、まあ、砂糖とか、はい、醤油とか、はい、塩とかそういう調味料がありきで、まあ、美味しいわけですから、素材そのものが美味しいっていうわけではないんですよ、はい、この後に動画流しますけど、素材だけで、はい、まあ、茹でて、はい、食べた時はまあ食べれなかったです、はい、だから調味料すごいなと思ったんですけど、まあ、清高和田地層を実際に食べてみて思ったことが一つあるんですよ、はい、この清高和田地層は、まあ、至る所に、はい、生えてますんで
こう採取するのはそんなに難しくはないと思うんです。で量も結構取れると。でただこのその単品というか末高和田地層だけで食べても、まあその調味料をつけて食べたら、まあ、食べれないことはないんですけど、私が一番この末高和田地層は、まあ、こういう役割が一番無難なのかなって思ったのが、先ほど卵焼きと一緒に食べたら美味しいって言ってましたが、かさ増しですね、はい、何らかの料理に量が少ない時に、はい、量を増やす目的としてこの末高和田地層の葉っぱや、はい、まあ、花、まあ、今は花はないですけど、まあ、茎とかを混ぜて食べれば、まあ、ちょっと味はね落ちるかもしれないんですけど、まあ、その分その満腹感というか、はい、膨満感というのを、はい、味わうことができるのじゃないかなって思いました。それでは、これがちょっと前置きが長くなりましたけど、実際の調理してる時の動画を流そうと思います。で、まあまあ、前置きの最後として、まあ、ちょっとお話ししたいことが、まあ、この動画をご覧になった皆様方々で、はい、まあ、どこの誰ともわからない、はい、登録者もまだようやくね1000人に届くかどうかっていうような、まあ、人間の言うことなんか信じれねえよって、はい、思われる方もいらっしゃると思います。当然いらっしゃると思うんですよ。まあ、そこに関してはですね、私は以前から、まあ、名前本名とかは公表っていうか YouTube で話してませんが、はい、私の住んでいる、はい、場所っていうのは公言してます、はい、山口県の下松市に住んでます。ですからまあ半分ね、半分身分をまあ明かしているような感じです。ですから先ほど言いましたその、セイタカワタチソウとブタクサを間違えて、はい、ブタクサを食べてしまってそのアレルギーが花粉症になってしまったっていうその苦情はまあそこの部分はですね自己責任というあくまで自己責任という形で、お願いしたいんですけど、まあ実際にねそのセイタカワタチソウを食べてみて、はい、まあわからないですよ。アレルギーだけじゃない、はい、体に、まあ、人それぞれ、はい、皆さんいろんな持病であるとか、はい、持って生まれた、はい、ものっていうのはあるんで合う合わないはあるとは思うんですけど、何らかの、まあ、ことがあった時にちゃんと私はお話も、はい、まあ、なんですかね、直接電話とかでお話することも可能なんで、そこの部分につきましては事前に、まあ、こういうことを説明させていただこうと思います、はい、では実際の、まあ動画を作ってる動画をね流しながらちょっとおいおい、まあ、説明も加えていこうと思います、はい、今動画が、まあ、動き出しましたが、この画面に、まあ、見えてるのが、まあ、セイタカワタチソウですね。これ花が咲いてたら、まあ、すぐに、はい、分かりやすいというかすぐに見つけることができるんですが、ちょっと今花が咲いていないという、はい、いない時期なんでなかなかこう葉と、茎だけでは、うん、分かりづらいかもしれないんですけど、まあその年配の方にね話を聞けばこれっていうのは大体分かるんじゃないかなと思います。で、まあ、この時はねこうやって鎌で、はい、切ってますが、これ、まあ、根っこの方がですね、まあ、太いんですけど、先ほども言いましたように根っこの方は、まあ、その苦みとかっていうのも結構ありますので、まあ、根っこの方はね根っこというか茎ですね、茎の方はあんまり下まで刈らない方がいいと思います。で刈ったセイタカワタチソウを、まあ、短く、はい、カットして、まあ、この時のちょっと手持ちの缶に、お水を入れて、で、まずはそうですね、まあ、消毒ですよね、はい、沸騰させて消毒をさせて、まあ、茹でてから、はい、調理に移ろうとしてます。でこれは必ずやってください。いろんな意味でですね、はい、あくまで雑草なんで、まあね、それこそワンちゃんとかの、まあ、あれが、はい、ついてたりするかもしれないんで、あくまで煮沸消毒をしてからということ
でね、今ね、ライフラインの方も、はい、いろいろちょっと大変なことになってるということで、まあ、火っていう部分もですね、大変な思いをされてる、はい、箇所もあると思うんですけど、この時はまあこの一斗缶にね、はい、まあ、竹とか、はい、折れた枝とかをこう入れて、で、先ほどの、藤田川渡草を入れた缶を、ネットで、ネットでの煮沸しようとしています。で、結構ですね、まあ、こういうことをされてる方はご存知だと思うんですけど、なかなかね、その焚き火の火っていうのでは沸騰までが時間がかかるんで、ちょっと早送りをしようと思います。はい、では、早送りになりましたが、大体この早送りがですね40秒ぐらいで終わるんですけど、この時ですね沸騰するのに、5分ぐらいですかね、はい、5分強、はい、かかってます、はい、なかなかね難しいんです。まあ私がちょっと下手くそっていうのもあるんですけど、焚き火の火で、お水、はい、を沸かすっていうのはなかなか難しい、はい、でもこれをやらないとやっぱ消毒ができないんで、必ず沸騰させてから食材として扱わないといけない。で今通常の速度に戻りましたが、沸騰してきましたよね。でもこの時は、まあ、季節が秋だったんで、今ご覧に画面上に見えてると思うんですけど、栗のですね はい、殻ですよね、これがですねものすごく焚き火の、もちろん普通に、火がつく分にもすごく燃えやすいんですが、何ですかね、こう最初に火を起こす時の、材料としてものすごく有能な、はい、ものでした、はい、栗の胃がの部分ですよね、はい、針の部分がすごく火がこうつきやすく、はい、燃えやすく、燃えやすいんでものすごく使ってましたね。でちょっとこれ今多分作業してるんで、まあ、地面が映ってると思うんですけど、はい、これでも沸騰して、はい、あ出しましたね、はい、でこれから、まあ、その本格的な調理の方に移ろうとしてます。多分ですね今まあ沸騰して、で例えばお味噌汁とかに入れても全然大丈夫だと思うんですけど、この時はね直接素材の味を味わってみたいと思って、一応こうやって湯切りですよね、はい、湯切りをして、はい、それから実際に食べてみようと思ってます。確かこの後にそのまま、先にこの生のまんま食べてると思うんですよ。でこの時まあ、見てもご覧の通りまあ、ここの草刈りを、はい、してたんで、まあね泥まみれで、で多分手も映ると思うんですけど、まあ、土を、はい、触ったりしてるんで結構爪の中とかに泥とかね土が入ってるんで、まあ、ちょっと汚い手をお見せするんですが、まあ、そこはね、まあ、ちょっと編集ではもうどうしようもできないんで、それはご了承ください。で、まあ、これまず最初花を食べてますね。でこれ指を振ってるのは美味しくないよって言ってます。で次葉っぱですよね、はい、この時に音声が入ってないんですよ、はい、多分ねあまりにこのまま食べたら美味しくなかったんで、はい、指だけ振ってると思います。で茎ですね。で茎もまあね茎は先ほど言いましたけど、私が歯がないんで、まあ、一番ですねどうしようもできなかったですね、はい、はい、で次に、まあ、フライパンをですね火にかけて、はい、熱して、まあ、油を今入れましたね、はい、油を入れて、スイタカワダシソウをフライパンで、焼こうとしてます、はい、焼いたらね少しはちょっとね柔らかく、はい、なって、まあ、この時にねスイタカワダシソウ自体に味付けも、はい、しようと思いました。そのままだったらね、うん、ちょっとうっていう、はい、味だったんで、でこの時の調味料が確か塩とあと砂糖と、まあ、醤油だけだったかな。お酒とかもなんか入れたか、まあこれからね画面上に出ると思うんですけど、今スイタカワダシソウの、はい、まあ、葉も花も茎も、はい、全部入れました。で炒めてますね。
で、まあ、あの、まあ、火力にもよるんですけど、結構ね、あの、まあ、焼いた方がいいですよ、うん、じゃないと、まあ、あの、もともとね、あの、そういった川立ち草は、あの、キク科の、はい、キク科に属する、はい、草なんで、まあ、キクってね、あの、まあ、食用のキクもありますけど、どうしてもね、こう、食べたら、うってなる部分があるので、今、あの、塩で削ってますね。はい。もうね、あの、ものすごく、はい、粗い料理ですけど、はい。これね、さっきあの叩いてたんですね、塩の塊を。はい、で今これあの塩を、ね、あの振りかけて、ね、次にも砂糖ですね。もうこれも目分量で、はい、でまあこの苦味がねあったらあまり食べれないなと思ったんで、砂糖は多めに、はい、入れてます。で、そのショートの方にもあの、まあ、書いたんですけど、まあね、あの、あ、それとなんだ、あ、みりんか、あ、みりんですね、みりんも入れてますね、うん、この時はたまたまね、これだけその調味料を持ってきてたから、うん、こういう風な味付けをしてるんですが、実際今あの、まあ、記載されてる方々っていうのは、まあ、調味料とかっていうのはな、あの、当然あるかないかっていうのも皆さん各自バラバラだと思うんで、はい、何がね、あの、使えるかっていうのはちょっとあの分かりかねる部分はあるんですけど、最悪ね、塩とあとね砂糖があればいいかなと、はい、塩と砂糖があれば、はい、あの、まあ、食べれないことはないかなと、まあ、欲を言えば醤油、はい、醤油ですね、はい、があればいいと思います。で、今これあの火が消えたんでまたちょっと火を足してるんで、ちょっとあの先に飛ばします。で、あの、今回もあの、セイタカワダシソウを、まあ、取り上げてますが、あの、まあ、当然、あの、詳しい方っていうのは、あの、いろいろ、あの、野草とか、ご存知の方はいらっしゃると思うんですけど、あの、私はこれ、あの、必ず、その、まあ、安全だなと思って、食べましたんで、むやみやたらに、野草であるとか、まあ、野生動物もそうですけど、それを、まあ、口にすることは、あの、避けた方が、あの、無難ですね。はい。あ、で、あの、今ですね、あの醤油を、はい、入れましたね、はい、でね、あの、このやっぱね、あの醤油との砂糖、はい、砂糖醤油ですね、まあ、これがあればね、まあ、大体どんな料理でも、はい、よほど素材があの、まあ、臭みがあるとか、はい、もう食べきれないあの苦みがあるとか酸っぱさがあるとか、はい、そういうのがない限りは、まあ、基本的には食べれるかなって、あの、私個人は思います。それだけ、まあ、砂糖と砂糖醤油っていうね組み合わせがあの万能だなって思うんですけど、はい、でこれあの今あの一旦ですね、あの火から上げて、はい、あの多分ねこれねちょっと記憶があんまり定かではないんですけど、あの箸にですね、あのついた枝というかあの草をですね味見してますね、はい、味見して、ちょっとまだ味付けが、うん、足りないかなって、はい、多分思ったと思うんですよ。だから今もう一回あの火にかけましたね、はい、でこれあの一人であの撮影してるんでなかなかねこう前ぐらいにはいかないんですけど、はい、で、火にかけて、で、多分これまた調味料をなんか入れるんじゃないかな。あー違いますね、これ一回あの一旦あの火が消えたんですね。だからまた火をあの燃やして、でもう一回あの、はい、あ今あの火が燃え上がりましたね、はい、で、さらに炒めようとしています。でなかなかねこのあの焚き火で、まあ、こういうねあの一斗缶でやるっていうのもなかなか難しくて、はい、でまあ、これ一斗缶だからこうやって網も引いて、あ、まあ、今砂糖入れましたね、はい、だからあの味見もしてます、はい、であの一斗缶だからこうやって網を引いてね、フライパンとかも使えてるんですけど、これがあの一斗缶がなくただのあの、はい、あの焚き火状態だったら、まあなかなかねもっと難しいと思うんですよ。あの、まあキャンプとかね、はい、されてる方はあのすごく、まあ、そういう風なねことをできると思うんですけど、でこれ、直接今その網をのけて、はい、あの下に置きました。これが、まあ、まあ時短ですね、うん、単純に、はい、
時短でそのやっぱどうしても網の上にあったら、火の通りが悪いんで、はい、だから直接フライパンを燃えてる灰ですよね、その上に乗せて、はい、それで炒めてます。もし自分先ほどから焼いてるっていう風に言ってますけど、表現としては炒めてるの正解ですね、はい。でこれを見てなかなかねこう、うって思う方もいらっしゃれば、ああこういう食べ方、はい、またこういう、はい、素材が、はい、食べれるんだって思われる方いろいろいらっしゃると思うんですけど、あくまでねこれはさっき第一前提として、非常的な、はい、非常食としては、はい、何もねあんまり食べるものがなくて、はい、もう他にもお腹を満たす方法があまりないっていう時にはこういう、はい、やり方もあるっていうだけであって、はい、私もねじゃあこれを日頃から毎日毎日、はい、食べるか食べれるかって言ったらまあねなかなか難しいですね、はい。でこの後の冒頭のダイジェストでお見せした場面になります。はい、ちょっとねこの時は咳がひどいんでそこの部分だけちょっとカットさせていただきますね。はい、いいのできたよ。卵焼き、清高和田地層の砂糖醤油焼き、はい、焼きおにぎりニノがかかってきてくれたね。卵焼きこれね卵の殻も入れたもん今日はめんどくさいけど、でおむすびはもう絶対うまいのは分かりきってるじゃん、うん、でねでも最初ね、うん、卵から食べるわ。いただきます。うん、うん、普通にうまい。うん、何や熱い、まだ焼きおにぎりね。いただきます。あねまだね熱くて、うん、香ばしくてめっちゃうまい。じゃあ問題の清高泡立ちとね、これねまずね鼻の部分から食べるわ。ここねいただきます。うん、鼻は食えるぞこれ。うん、鼻はね食える。味はね、なんだろう、うん、砂糖醤油焼き普通にうまい、うん、で卵ね、はい、もう一回、うん、いや違う、葉っぱいってみるわ、ちょっと多めにね、うん、いただきます。ね、これね苦味とかはないけど食感が紙やすりを食べてるようなそんな感じ。ジャリジャリ砂でもない。砂はねもっとね目が粗いって感じ。めちゃくちゃねきめの細かい紙やすりを食べてる感じ。うん、で食べれんことはないね。うん、あくまで味付けしてこういうねめちゃくちゃ濃い味付けして、で本当に非常食としては、うん、食べてもいいんじゃないって感じでね。問題の茎ね、めっちゃ怖いんよ。だってもう触ってさ、硬いんじゃもん。やっぱね、これはね、揚げないといけないかな、天ぷらで。うん、もう、普通になんか茎で、一応食べてみるけど。
これね、絶対パパだよ、もう歯がないけど無理、もう絶対、噛み切れない。でちょっとねこのヤスリとね、ヤスリじゃねえよあの葉っぱとね卵一緒に食べてみるわ。ちょっとねいただきます。あ、これいい感じな、卵焼きにワイルドさが加わるわ、おいしい。はい、ということで、清高和立荘の、まあ、調理から、実食まで、まあ、最初もですけどね、をお届けしました。で、何度もねこの動画内で話してますが、普段の、まあ、当たり前の日常生活で清高和立荘を、まあ、食せるっていうことは、まあ、しないというか、されないと思うんですよね皆さん。でももう今回のような、まあ、非常事態時っていうのは、まあ、清高和立荘に限らず、緊急な対処法として、そういうものも、食べられるものは食べる、で、飲めるものは飲む、ただしあくまでその正しい、まあ、処理法ですよね、処置法を行った上で、安全を確認した上で、そういう、食料としたり、まあ、水分補給をしたりっていうのはものすごく、まあ、重要なことだと思います。あと、まあ、これはヤフーのね、ニュースで、見ましたけど、ちょっと水道が、ライフラインが止まってるということで、雪をね食べられてるっていう、ニュースも見ましたけど、まあね、雪はねそのまま食べたら、体に深刻な、影響というかダメージを与えてしまいますんで、あくまで沸騰させてから、飲まれるように、されてください。そこの部分もねキャンプとかあと、まあ、サバイバル系のね動画をご覧の皆様とか、あとは、まあ、本当年配の方っていうのは重々お分かりだとは思うんですけど、まあ、若い世代の方とか、あと、まあ、この上にねどうしようもなくなって思わずこうやってしまうっていうこともあるかもしれないんで、そこの部分は十分に気をつけられてください。はい、ではまあ、この動画は、まあ、これにて終了しようと思うんですが、はい、とにかくね2011年の、東日本大震災から13年経って、まあね、お正月2014年が、迎えたと思ったら、まあ、早々ね、まあ、こういうことが起きてしまいましたけど、まあね、私たちの、まあ、チャンネルもね、まあ、こんなことしか本当できないです。もうこの過去のね自分がやってきたね言葉は悪いですけど、まあ、貧乏で苦しんでた時の、やったこととか、動画とかを、まあ、使い回して、今これ動画作ってますが、まあね、これでね、何かね、まあ、この動画のままやらなくてもいいんですよ、何かこういう考え方もあるんだっていうのを皆さんが分かっていただければ幸いだと思います。はい、では失礼いたします。